カール・レーベは、ドイツ初期ロマン派音楽の作曲家、声楽家、ピアニスト。バラードと呼ばれる、劇的な内容と比較的長い演奏時間を要する、歌曲の作曲を得意としており、そのため後に、風ー,ーボルフによって尊敬された。今日では、さほど有名ではないが、歌曲だけでも400曲、その他に、気楽曲も残した勢力的な作曲家であった。 シューベルトとほとんど同時期にゲーテの死による魔王を完成させていたことで有名。現在のザクセンアンハルト州のレーベユンに生まれ、母親から音楽の手ほどきを受ける。ゲーテンで聖歌隊員を務めた後、晴れのラテン語学校に通いながら、同地でも聖歌隊員を務めた。レーベは美声のためにシュタール夫人に注目され、当時ウェストファリア国王だったジェローム・ボナパルトから、 音球を歌詞されて、晴れ大学で進学を学びながら、さらに音楽教育を続けることができた。しかし1813年に、ジェローム・ボナパルトが逃亡すると、この音球は打ち切られた。1820年に、シュテティーンに移り、オルガニストや学校の音楽監督を務めた。作曲家として、最も活躍を見せたのも、この時期で1824年に、 ゲーテの魔王、エルレン・ケイニヒに曲付けをした。ゲーテ以外の詩人、例えばフリードリヒ・リュッケルトやシェイクスピアとバイロンの翻訳にも曲を付け続けている。リートの他にオペラやオラートリを起学曲にも取り組んだ。1821年にユーリエ・フォン・ヤーコプと結婚するが、1823年に妻に先立たれる。洗練された歌手のアウグステ・ランゲと再婚し、 しばしば、レーベによるオラトリオの演奏会で、夫婦共演を行い、非常に成功を収めた。ご半生においてレーベは、作曲家としても声楽家としても有名になり、1840年代と1850年代には、声楽家として、イングランドやフランス、スウェーデン、ノルウェイなどで演奏旅行を行った。ようやく、ドイツに帰国してから、の職務を辞め、 ヒールに移ったが、同地で脳卒中を起こして救世した。例ベはオペラを5曲書いたが、そのうち3つの願いのみが1834年にベルリンで上演され、大した成功を収めなかった。17曲のオラトリオは多くは無伴奏男性合唱のために書かれている。その他の作品としては2曲の公共曲、2曲のピアノ競争曲、合唱のためのバラードや、 カンタータ、4曲の弦楽四重奏曲、ピアノ三重奏曲、クラリネットとピアノのための商品、ピアノ曲集などがある。しかしながら今日レイベの名が記憶され、完成の域に達したと認められている分野は、ピアノ伴奏付き読書用のバラードである。詩の欲揚に沿った、語るような戦律形成、劇的な調子と、叙情的な調子の巧みな混合は、 間違いなくヨハンルドルフツムシュテークを模範にしているが、同世代や行進によって真似された。魔王の他に、アーチボルド・ダグラス、鳥刺し、ハイン・リヒなどがとりわけ優れており、レーベの代表的歌曲としても知られている。レーベは、ピアニストとしても活動し、歌曲の自作自演の他に、メンデルス・ゾーンの2台のピアノのための、競争曲変異町長の初演の際に、 ピアノ独奏を作曲者と共に担当している。ありがとうございます。